こんにちは。心理カウンセラーの深田静香です。アラフォー独身女性のためのお金の話、今日で最後です。では、聞いてくださいね。うん、まずこれを続けることによって、実際コツコツ作業してることとか、うん、今勤めていることとか、ね、それとか人にもらったりするお金も、 立派なお金なんでそういうものが良くなってくるそれが僕はお金の勉強じゃないかなって思うんで波動を上げて競馬も含めてね、副業も成功してもらったら嬉しいなと思いますうん、今日はこれで終わりますありがとうございました さっき先生が話してたようなことってちょっと普通と違うよなって思うかもしれません最近私もやっと成功するお金持ちになるためには普通じゃない方法を考えるという潜在意識のプログラムに書き換わってきましたこの深田チャンネルではアラフォー独身女性のための潜在意識が使えるようになるコツをお届けしています ぜひ活用してくださいね。深田静香でした。また来ますね。